はいみなさんこんにちは玉木雄一郎ですえ先ほどえ岸田総理大臣に我々がまとめた緊急経済対策などをえ申し入れを行ってきましたのでその内容について解説したいと思います玉木チャンネル今日に入られますあ,あどうも私お待たせしましたありがとうございますありがとうございますそれでは最初にお待たせしましたはいではお願いします、はい はい、長、は、官、い、はす、い。はいはいはい、はい。先ほどですね、えー、岸田総理大臣直接会って、国民民主党としての緊急経済対策、もう9月のですね13日、どの党よりも早くですね、まとめていた緊急経済対策を、えー、直接ですね申し入れてきました。で、ここにちょっと内容を書いてますけれども、まずやっぱり何と言っても一番の柱は。 我々国民民主党が9月13日にまとめたこの23兆円規模の緊急経済対策です。少なくとも最低でもですね23兆円の対策をまず規模として打つべきだということをまず申し上げてきましたけれども、2つ目的があったんですね、この対策は。1つはやはり今進んでいるこの物価高騰に対するですね的確な対応。で、もう1つは総理自身も私の代表質問の際にですね、認めた15兆円規模の需要不足がありますから、その需要不足をしっかりとですね、埋めるような え、対策をやると。この物価高騰対策、需要不足対策。この二つの目的を持ったですね、最低でも23兆円規模の緊急経済対策を行うべきだ。まずこれを申し入れてきました。そしてその中でもですね、非常に大事なのは、我々が参議院選挙で唯一ですね、掲げていた、電気代の最低でも1割の値下げ。これはぜひ実現してほしい、ね。その際にですね、我々はまあ、再エネ付加金ということが一番いいということで提案していますが、まあ、あの、金額も上がってきてるんでね、 いろんな方策を今考えてるらしいんですが、その時にもとにかく気をつけてほしいのはですね、料金明細でちゃんと下がったことが確認できるようなですね、そういう形でやってほしいと。まあ、ここにですね、まあ、東京電力の、えー、え料金明細のちょっと、あの、モデルがありますけど、ここに、えぇ、ー、再エネ賦課金とか燃料調整費ってのがありますが、例えばこれらがゼロになるということだとですね、補助金がしっかりですね、 え、ユーザーに還元されてるってことが分かりますので、まあこういうことがゼロになるような対策を打ってくれと。なんだか、下がったんだか下がってないのかよく分からないようなですね、そういうことはもうやめてほしいということを申し上げてきました。で、合わせてですね、これクリーンエネルギービーフクルといって、いわゆるまあ電気自動車などのですね、クリーンエネルギービーフクル自動車の補助金なんですが、これ人気でですね、今月中にもう切れてなくなってしまう見込みなんですね。 で、多分補正予算をつけると来年の1月ぐらいからはですね、対応できると思うんですが、せっかく人気なのに、こう11月、12月とですね、これがないと自動車販売の人もですね、そこを切れたらやっぱ売り上げがですね、影響するし、売りにくくなりますから、補助金の空白を作るなということで、まあ予備費などを活用してですね、これを特に最低でも2ヶ月つなぐように、 これもですね、求めてきました。でもう一つはですね、やっぱ災害対策ですねこれもしっかり補正予算に組み込んでもらいたいとで静岡ではこの前ですね、大きなあの水害がありました私も現地に行きましたけれどもまだまだですね特に飲食店の方とかようやくコロナからですね、復活して頑張ろうと思ったら今回の水害になってですねそういうところに対して、まあ、持続化補助金の台風枠災害枠これをきちんとですね、確保してそういった困った人たちが復興その もう一回ですね、立ち直って頑張ろうというための支援をですね、きちんと拡充してほしいということを、これも申し入れてまいりました。あとはですね、鉄道が壊れてますね、例えば大井川鉄道とか、いまだにバス輸送してますから、こういった地域のインフラをですね、えー、復旧するための支援も、併せて補正でしっかりと対応してほしいということも申し入れてきました。そして最後にこれです、セキュリティクリアランス、まあ、経済安保法案を我々出しましたけれども、前から言ってるのはですね、 技術とか、あれ部品をですね、いかに守ってもですね、それを作る人の技術と頭と知識と、まあ、そういったものがですね、抜けてしまうと何の意味もないので、やはりこの、えー、機微な情報にアクセスできる、その権利をですね、あれ資格をですね、きちんと、えー、チェックするこのセキュリティクレアランス制度っていうことをですね、導入しないと、えー、本当の意味での経済安保は実現しませんよということで、 まあ、我々としては法案出してますけれども政府としても早期のですね法案の策定とそして国会の提出成立ということをですね求めてまいりました、まあ、これから補正予算の編成も進んでいきますそして、えー、防衛3文書の改定作業も進んでいきますからそういうところにしっかりとですね国民民主党の考え方そして私たちのまた皆さんから頂い,いた思いをですねきちんと反映できるように今日は強く申し入れてまいりましたのでその内容について 今日は概要説明させていただきましたそれでは玉城チャンネル登録お願いします